おはようございます。原田敦です。今ですね、2時55分です。今日は、釣りに行ってきます。マグロと今、カツオが上がるらしいんですが、2、3年ぶりの、釣りです。ちょっと3時間、4時間、船走らせらしいので、船酔いが心配ですが、気をつけて行っていきたいと思います。ちょっとね、自然のパワーを、海のパワーをしっかりもらって、ちょっとこのうつうつとしているね心を変えていきたいなと思ってます。それでは行ってきます。今日も安全運転でレッツゴあ、来た来た。いいよ。よし。おお。オーケー。
うお、来たさあ、というわけで、釣り行ってきました。今日は女子がマグロを釣り上げましたね。はい、で、僕は一匹、カツオ。お。ただ、その後、他の人の動画を撮ろうとしてたら、本当に酔いました。皆さん、船酔いは本当に気をつけてください。久しぶりに船酔いしましたけど、本当気持ち悪かった。でも岡田くんはね、逆に船酔いしなかったの。そうですね、あんだけ心配してたのに。だいぶ、いや、船酔い上げが結構今日は心配してね。うん、まあでも全然、酔い止めでなんとか。はい。というわけで、これからまた世田谷の方に戻ります。ここからも安全運転で行ってきます。大丈夫、この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。したままのカーテン